9月9日、最新セリーグ順位表。同時多発次演後。これはもう来週決まりそうやな。マジックなんで3つ減ったんや？この後カープの勝率が同率でも優勝が消えたからや。地方、セリーグ、個人成績と3位争い以外楽しみがない。パリーグよりマシ。これ巨人と横浜入れ替わる可能性ある？東と今永おるから、DE の方が有利。中継ぎがお前参加してそうだから、点取れないときついかもしれないが。今日のセリーグ、遅延後した先発が勝利。火薬庫爆発しとるやん。小川100勝目。役の投手でこれは地味にすごいな。巨人の中継ぎが評価してるのか、それとも単に中日が、チュニドラだからなのかよくわからん。前者なら3位ワンチャンあるけど。どっちも。まあもう阪神のあれは、確定やろし広島は2位固めに切り替えるやろこれで。石川にも半分でも点取ってやれよ。さすがに立浪解雇だと思うんだけど代わりがおらん。あーらさん、立浪監督に本物のマシンガンを見せつけられてしまう。立浪とかいう最強を前にすると全員ファッションになってまうのなんやねん。よだ、お前らお前お前ってネタにしてたけど何か言うことあるよな。後半戦の得点数。阪神183、中日91。大竹幸太郎18試合 113.2 回10勝2敗防御率 2.14、こいつが現役ドラフトで取れたという事実。ガチのマジで10敗カルテット見られるとはね。明日の柳は8回1失点、自責ゼロの関東負けで決めてほしい。オフはトレードネタで中日盛り上がりそう。1年中9回の話題の中心とか羨ましいわ。